おたまです。ルーテチン元気なくない？どうした？ルーテチン何？欲しいものがある。何が欲しいの？ルーテチン、ルーテチン、リュック買えばいいし、この前収益出たじゃん。でもバイトすればいいよ、バイトすれば。ルーテチン、ルキさんのせいなんですよ。確かに。え、でもさ、マックなんて別に100円ショップでも売ってるよ。ローテチン。それはやっぱおしゃれ女子には確かに100円。それいくらぐらいの？ローテチン1万円？1万円もする？バックって。いや、でもそれくらいはするんじゃない？嘘。普段使ってるやつは3000円ぐらいだよ。じゃあさ、こうしない？ワークショップを企画して出た利益の分をリュックに代入するみたいな。まあ参加した人も楽しくて、ドテチンさんもリュックが買えると。そう、ドテチンワークショップ開催。ドテチンファンの人、はい、ぜひお越しくださればなと思います。いつですか？1月12日ですね。え、オイラ行けないよその日。嘘。え、稽古あるの？マジ？急になって言われても。ずるいよ。もうずるくないよ。ん？何だ何無言怖い。ということでね、ドテチンのリュック、はい、を取るために今回対しましょう。お待ちしてます。ぜひ来てください。お願いします。行くぞドテチン。ドテチン、参加者の人が来ますんでね。いや緊張するね。初めて人前にこの姿を晒すことになります。今日はね、オタさんもこの後駆けつけてくれるみたいなんで、お待ちしましょう。まずは1時間きっちりバレエクラスを行いました。早いバージョンでいきます。ちょっと一回。Saying skimble, where is skimble? For unless he's very nimble, then the night mail just can't go. At 11:42, with the signal overdue, a man. Then he gave one flash of his glossy eyes, and the signal went for him. Maybe off at last for the northern part of the northern hemisphere.ドテチン、すごく楽しかった。いや、オイラ行けなくて残念だよ、それは。いや、結構待ってたからね、みんなで。ごめんなさい。このチャンネルのワークショップは初心者が多いのあんまり経験ない人が、来たいって言ってくれて、楽しんでくれるって一番嬉しいんですよね。それがやりたいことなんだよ。もう帰り際とかね、もうちっちゃいことだと思うんだけど、ドテチンまたねみたいな方が。すごい。いや、すごいね。今度真っ黒で顔も見えないのに。そう日本で喋らないダンス講師になってない。おめでとう。でも聞いてくれよ。はいはい。ドテチンね、そのワークショップで出た代金をそのまあリュック代に当てて、はい、まあ俺はそれで全額賄えると思ったんだけど、1万円って言ってたよね。なんだけどよく見たら1万3千だった。だからもう本当に3千は。マジで俺が出した。まあでもほら、ドテチンさんにはいつもお世話になってるから。そうだけどさ、で、どんなの買ったの？ちょっと見せて。あ、そうそう、見たい。これ？もう可愛いやつね。こんなの1000円とかで、アメ横で売ってるよ。あの平成セールとかね。売ってるよ。いや、騙されてるよ、マジで。そういうこと言ってるとモテないんだって。まあじゃあドテチンね、これで学生生活を謳歌してください。はい、来てくれた皆さん、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。またね、企画したいと思うので、はい、今度はオイラも行くからね。ぜひ、次回は参加してください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。また。